ダチョウ倶楽部の皆さんです。どうもーよーどうもーいやいやいや、やってまいりましたよ。あー来ましたね。来ましたー。どうもありがとう。ちょっとちょっと皆さん、はいはい、どうも本物ですよ。いや本物ですよ。せーの、いやや、ったもうすでに日本の伝統芸能見られましたね、はい、伝統芸能、いやこれもうレジェンド芸ですからちょっとバカにしてないですか。全然してないです。あ、そうですか。尊敬してますから、はいはい、ありがとうございます。いや遊びに来てんじゃないんだから遊びだよお前帽子ほら帽子出るよ、皆さん出るよ出るよ、伝統芸出るよ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 、せーの、くるりんぱ。まあまあこんなもんの笑いですよ。頭の中センターでございます。ここでございました。俺のセンター何て書いてある？ちょっとりゅうちゃん見てきて、何て書いてある、うん、気をつけてよ、階段危ないから。お、滑る、あ、危ない。だから言ったじゃないか、ダイバーシティ東京プラザ劇的2周年イヤー。いや今回ね、周年イヤーのキャビンキャラクターとして、はいはい、このダイバーシティ中に皆さんの顔が貼られているわけですけども、ありがとうございます。ダチョウ倶楽部の皆さんにとってこのダイバーシティっていうのはどういうイメージの場所でしたか？やっぱりあのフジテレビに来た時近かったりとか、うん、あのまあこの辺に来るとなんか日曜日とかのお休みとかにちょっと寄ろうかなっていう場所ですね、はい、なんか楽しそうなところっていう感じですか、はい、楽しいですよ、ね、時間が潰せるんだよね。そうです、その通りです。フジテレビであの収録あって結構長い時間待ちとかあったりすると、はい、まあ楽屋にただただいるのもいいんですが、うん、やっぱりここでいろいろあるんで、うん、ダイバーシティ出てきたいろいろまあ見て時間潰して、ファッションに食事ね、うん、ね、それもう僕あのガンダムいくら見てても飽きませんもんね、はい、じゃあずっと見てたら、ええ、ちょっとあっちから見てみて、あっちから、ほらどうあ、あ、こうなってんのか。あっちから見てみて。待てよ。どういう感じ？あ、なるほどな。もうやめてくれねえか。自分で言ったんじゃん。いや、フューチャーさ、ちょっと乗ってきてる乗ってきてるじゃないよ。いや、本当にあれは写真撮りたいです。ね、本当に。近くだとなんか写真が入らないからちょっと離れて撮ったりとか。そうです、ね、まあ、でもね、本当にあのいろんなアングルからも楽しんでいただけますのでね。はい、だってあの今回、この2周年ということで、はい、皆さんとのスペシャルコラボをいろいろやってるんですけども、はい、まずあれですよ。館内放送びっくりしました。そういろんな館内放送を僕らがやらせていただいてるんですよね、はい、そうなんです、あの2周年のいろいろなおすすめ情報をもういろいろなパターンで館内放送でアナウンスしてくださってます。皆さんもう聞かれましたか？聞きました。あ、まだ？あ、館内入ってください。入ると長くいらっしゃったら分かります。どんどん流れていって、はい、どうぞとかいろいろ、そういう意味ではあれですよね、館内放送で上島さんが延々滑ってるという感じになってるけど大丈夫ですかね。そうなんだよ。いや、館内以外でも滑ってるから大丈夫ですよ。そうなん、ちゃんと聞いてくださいよ。そうそう、聞いてください。まあ、そういうチェックをするのも楽しみながら、はい、あのこの2周年イヤーでしか聞けない館内放送なので、うん、そうです、今ですよ、聞くなら。本当ですよ。もうこれ絶対に皆さん聞いてほしいと思ってます。あと、もう一つ皆さんに楽しんでいただけるのが、あれ、すごい面白いですね、フォトスポット。あ、そうなんです。そうダチョウ倶楽部の芸に参加できるような、そうなんですよ、写真が撮れるとこがあるんですよね。あの、どうぞの間に自分が入って写真撮れるようになっていたりとか、あの等身大のパネルなんですよね、あれ本当に、うん、なのですごいいい写真撮れます。ちょっとおすすめはね、おでんですよ。熱々おでんの、あの等身大のポスターで、うん、あの肥後が、あのおでん、熱々のおでん、写真よって写真持ってるんで、そこに皆さんがこう入って熱いっていうのを写真撮ってもらうっていう。説明できたかな、今の感じで。まあそれ言ったら分かる、言ったら分かる、中入ったら分かる。分かります。一番難しいのが、あの上島さんがあの怒ってポンってってジャンプするやつで、僕と寺門がジャンプして空中で止まってるんで、皆さんもそれに合わせてやるとジャンプするのね。これ結構難度が高いですけど、ね、面白いですよね。でもね、面白いね、うん、これうまく撮ってあのツイッターとかそういうのに載せたら結構みんな ね、フェイスブックとかでいいねいっぱいしてもらえると思えるので、いいねやってください。このフォトスポットの場所なんですけれども、1階の東京テレポート駅ゲート、そして2階の東アトリウム、うん、もう一つ4階共用通路、この3か所にありますので、皆さんぜひ遊んでってください。はい、お願いします。お願いします。いや、でも本当に自分たちがもうすごいポスターいっぱい貼ってあるじゃないですか。どんな気分ですか？いや、なんか嬉しいけど恥ずかしいようなね。そうなんですよ。やっぱ恥ずかしいんですか、ちょっと。いや、夢でした、夢、うん、やっぱりね、こういろんなところに自分らのポスターがあったりするのは本当嬉しいですよ、うん、
いやでも本当に館内が賑わってる感じがして、はいはい、ものすごいダチョウ倶楽部さんがこのキャラクターになってくれてなんか良かったなっていう感じがします。本当ですか、うん、すごいワクワク楽しい感じ。ありがとうございます。嬉しいから祈っちゃおうか。祈りますか。祈っちゃおう。嬉しいから祈ろうよ。祈る。祈ろう。祈らなくていいです。いやいやいや、もうこうだってもう呪文が言うんだもん。もうその言葉ありがとう。ムッシュムラムラ。一応祈っといたよ。祈られちゃった。ムラムラしてるね。一生懸命俺らをあげてくれたから。